バージョンのね、あの新作で、あのザ・クーペっていう 0012C カタウェイで、これはあの12フレットジョイントで、あのショートスケールだけど12フレットジョイントによってこのブリッジが後ろの方に来て、ダブルの小さいサイズなのに低音がしっかり出る、あの素晴らしいモデル、そっちが、まあ、考えたモデルですね。ダブルにカタウェイで、素晴らしい、ね、うん、これはこれが後ろの方に来てね、そうですね、その音本当低音が、ね、うん、このサイズので、スケールがちょっとだけ短いから、うん、あのテンションが低くて、うん、あの弾きやすいでしょ、うん、ね、これもまたピックでも指でも何でやっても、うん、ちょっと聞かせてください。聞いてて頼りがいのある音で、やっぱり作りがやっぱり素晴らしい、うん、この今も多くのプロがアメリカのプロが帽子を扱ってます ね、うん、そうね、はい、まあ、中とか見たらもう作りの丁寧さがすごい、あ、本当だ、伝わりますね、あのブレーシングとか、ね、はい、低音がすごい出るな、ね、こんな小さいなね、的なあの音圧が、あの必要な音楽もバッチリ合うね、はい、このシトカのトップもすごい綺麗じゃん、詰まった、ね、あの木目でトリプル A クラスの、ね、EQ を使ってさ、ね、はい、面白いこの新しいなんていうかなこの形ですね、ダブルのカトウェイでだけど、あのこの飾りがハリングボーンにこのダイヤモンドカットダイヤモンドだから、あの伝統的な ね、 ね、ルックスでちょっと華麗な、はい、うん、いいですね、ちょっと隠してるけど、はい、帽子は、帽子は ね、 ね、もう一本の帽子は、うん、これもまたどっちももちろん、あの帽子は全部ね、はい。